にちは、妖怪ウォッチプニプニガシャ回します。妖怪ガシャです。今回回すのはこっちじゃなくてコインの10連お祭りコイン KR 回します。仮面ライダーで4CF が出るかもしれない10回回せるコインなんですね。その前に中身を確認しましょう。何が入ってるんでしょうかね。ガシャ中身でおらららららってやると出てくるんじゃないかな。あれ ZZ が仮面ライダー電王 CF ランク Z もあるみたい。結構種類がある。あ、コマミ入ってんじゃん。 SSS お、いいのがいっぱい入ってる。自動で消してくれるこの楽なやつもやるよ。嬉しいね、楽大好きあと SS とかもいるっぽいっす。では早速10回いきますよ。お願いします。お、いい感じなんじゃない。これはお、これはまさか。金は1です。青から回します。ああ、下からいきます。なるほど。次、あ、青、ああ、ケチらしい。なんだっけ、ドキドキみたいなやつ。ダリス、なんだ、ブンブンドリか。あ、持ってないのが来たよ。そうだよね。さあ残りは2つです。お願いします。お、持ってないのが来たよ。はあ、そう来たかそっか、私も気分も空っぽでございます。さあ残り1枠は金です。お願いします。お願い、 Z。 はあ、SS の大黒天です。お腹空いてないかって、今札幌一番の塩ラーメン食べたんだ。後でツイッター載せよっと。ということで SS の大黒天でございました。最後にステータスを見て終わりましょう。さあ SS の大黒天はこちらでございます。敵一体に大ダメージ、運がいいと超強力らしいです。運がいいっていうのがちょっとやだな。常にね、運が良くなきゃ私は信用できないぞ。というわけで本日はこちらで終わりたいと思います。皆さんもね、ぜひ結果ぜひコメント欄に書いてもらえればと思います。ではこちらで終わりましょう。ありがとうございました。